範囲典型的なベースンレンジの地形ベースン。アンドレンジはアメリカ合衆国南西部からメキシコ北西部にかけての独特の地質をした地域を指す。ベースンレンジのベースンは、盆地、レンジは山岳という意味である。事実この地域にはデスバレーなどの巨大な渓谷が存在しており、南北方向に細長く伸びる乾燥した谷と、 山脈が交互に入り組む地形をしている。これは地溝と地類によるものが主となっている。成因は約2000万年前にファラロンプレートが北アメリカプレート下に入ることによって消滅し、この地域への圧縮力が解消され、伸長力が働き地殻が伸ばされたことによる。ベースンレンジはシエラネバダ山脈の東方からコロラド高原にかけての地域及び コロラド高原からバハカリフォルニア半島の北部にかけての地域を覆っており、アメリカ合衆国のアリゾナ州、カリフォルニア州、アイダホ州、ニューメキシコ州、テキサス州の全域と、ユタ州のほぼ、すべて、およびメキシコ合衆国のソノラ州、チワワ州、バハカリフォルニア州にまたがっている。グレートベーソン、ソノラ砂漠、およびメキシコ高原もまた、ベーソンレンジの一部である。 ありがとうございます。